歌とメタボスからね、歌とメタボスよ、あんなんと組んでらんないということで、今回前代未聞、はい、向こうは向こうで組んでもらって、こっちは塾長魚拓で、はい、天竜大仁田でしょ最強タッグ、最もクルード書いて最強タッグ。木村魚拓と塾長が助っ人とタッグを組み、パチスロで対戦し勝敗を競うスロモンタッグ。今回は木村魚拓塾長チーム VS中竹一日二膳八百屋枯渇チームの連続タッグマッチ。実戦ルールは完全自腹のサマイ対決、実戦時間は7時間、一本勝負とし延長戦もあり、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。スロモンタッグ。さあスロモンタッグ、これ助っ人と言いますか、ゲストと言いますか、長竹一日二膳と八百屋枯渇、2人を迎えて、本来であれば、はい、どっちか組むんですよね。そうですね、こういう分かれる感じなんですけど、ですよね。なんですけど今回はもうあんなやつやるとやってられっか、やってられっかな、おかげでここでブツッと、ブツッと、こっちこそな、やってらんねえよな、目線がなんかおかしいぞ、怖いっすもん、なんかいや、八百屋なんか元気ない、どうしたん、元気ない、あれか、そばに虫でも入ってたの、いやいや、大丈夫ですよ、元気ですよ全く笑顔がない、どうした、笑顔がない、いや、なんか、どうなるのかなと、何が、キャラはあるのかなとかね、いろいろ不安なことが、ちょっと待って、お金の心配っすかねえ、ま、大丈夫です、今日はきっと出ますから、はい、きっと出ますからきっと必ず、ね、よろしくお願いします、きっと出ますからというわけで、じゃあここまでの展開を振り返っていきます。中竹がまず、はい、プラスの、ま、枚数で言えば400-500枚、 AKB だよな、はい、AKB で、 AKB でプラス400-500枚、八百屋が投資5000円で、今 AR AT 入ったところです。だから機種名を言えよ、お前です、お前ら何なんだ本当に、見てたろ、こっちが好きだよ、ちょっと先週見てたろみんなポンコツだね。で、優勝は、僕は、ビバドンで、だからビバドンじゃねえっつってんだよこっち側じゃないですか、いい感じでしょ本当にダメだ、本当に切れちゃう、こっち側の人間だったね、ポンコツだったね、ダメなんかも、はい、何丼だっけ、オーロラ、オーロラ丼、はい、で、今投資が1万4000円ぐらいかな確か、はい、そんなもんで、チャラぐらい、なるほど、はい、私が、何でしたっけ機種名も知らねえ台で、こっちはねえかよあれ名前何でしたっけ、あれゼーガペイン、ガーゼピンじゃないですか、ね、さっきあのメッセージずっと誰も訂正しなかった、どうやってんのかなと思って、ゼーガペイン、違う、ゼーガペイン、ゼーガペインしまして、投資4000円で、まあ2、300万円で、まあトントンぐらいですね、トントンぐらいですね、とりあえず今今回の特徴としては、はい、全員あんまりお金を使ってない、そう、あ、ね、これあいつダメだろうなっていうのがいない、いや、しかも全員6と、そう、全自称自称6っすよね、指名、ね、も知らない台で6とか言っちゃってんだからね、いや指名分かんなかったら設定してくだろ、分かってる、それは分かってるね、だって一生も借りましたから隣の人ずーっと見ながら、あなたどこの人ですか、ずーっと見ながら言ってますんでね、一生もはね間違いないから、うん、違うんですよ、ここで言っときたい、はい、あれなんですよ、ガイドは前回前号に載った情報を次号には載せないんです、はい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 、だからあの細切れで買う人にとっては不便だったりするんですよ、あ、なるほど、必勝本はある情報を毎回毎回必ず載せてくれるんですよ、上乗せ方式、そう、だからずっと買ってる人にはしつこいんですけど、たまに買う人には親切に見えるんです、なるほど、そういう違いがあるんで、なるほど、なるほどね、まあ結局言っちゃえば必勝本が便利っていう言っちゃった言っちゃった言っちゃった、ガイド在籍18年はあ、もっと盛り上げてくださいよ、いや俺はほら続けて買ってるんで、そう買ってるんだ必勝本を、いや必勝本じゃないですよ俺必勝本あのちょっと前まで配本してもらったんですけど、あの先頃止まりました配本が止まりました、もういいかな、なんか余計なこと言ったかなっていう、止まっちゃった、止まったんで、もうガイドますよ俺は、ガイドガイド、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 
これ全員一緒ぐらいですからね。僕たちガイドライターですね。あれ暑いのに寒くしちゃったかな。ちょうどいい冷や水浴びせました。ちょうどいい、ちょうどいい、そうです、はいはい、ここで俺がね黙ったらどういう状況になるのかって言ってあいつにもう骨身に染み出せやろうと思って。いやもう染みてるんですけどね毎回やられてるんで。わかるかと、ね、さあってわけでまあまあ今のところはまあ我々のチーム、はい、中田家チーム、まあそんな差はない、差はないですね。ここからどうなるか、しかも面白いことに今回棋士がバラバラなんですよ、うん、あそうだ今回、そう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 、全員バラバラだ。しかも新大新大、はい、で9代しないみたいな、うん、そうですね、なんか面白いよね、どうなるかわからない。だって男しくなってもう始まったらもう止まんないじゃん。止まんないですよ、ね、緑丼はどうなんですか。ビバ丼は、ビバ丼はビバ丼はもうバッチリですよ。アマゾンゲーム映った、映った、長谷さん映った、初打ちだってな、初打ちだっつーの俺、ね、ちょっと待って、えもうバッチリですよアマゾンゲームみたいな、何すかそれで興味、中学生にもそんな説明しねえよって。いやいやもう初打ちなんだよね。さあいったわけでそんな感じで、はい、よろしいですか。よろしいです。もう今日6なんで、6、そうそう、そうそう、まあ、そう、はい、急いでうちに行かないと、はい、というわけで後半戦頑張りたいと思います。今回の収録ホールは埼玉県春日部市にあるニューグランド春日部店。営業時間は10時から22時40分。設置台数はパチンコ228台、パチスロ208台、前代無制限制で出玉の共有移動は OK となっております。ニューグランド春日部店では新台から人気機種まで幅広いラインナップでお客様をお出迎え。詳しい内容は当店ホームページをご覧ください。さあというわけで後半戦ここからいきたいと思います、私打っているのは新台のゼーガペイン。投資が今4000円でどんぐらいかな、下から200枚ぐらいなんで、ただチャンスゾーンに結構行くんで、今分かってる材料がそこが一番でかいっぽいんですよね。なんでまあまあ続行する価値はあるかなといったところで引きたいと思います。引き続きゼーガペインで勝負、そして塾長も緑丼からスタート。何年ぶりだよ、200ゲームぶりぐらいのチャンス役、200ゲームぶりぐらいだよねチャンス役いたの。あとまた200ゲーム引けないよ多分。ああ後半戦、お昼から戻ってきたらもう隣が一泊ご飯出てるんですよね。 で結構後ろの台も打ってる人みんな箱持ってるんで、今日 AKB 全台なんじゃねえの、全台だよ、全台コーナー、やったー。じゃあ行きましょう、全台高設定を信じて中竹も続行。はい、ですね、無事に先駆けラッシュをゲットしたところですね。まあ決勝突入率もまあ悪くないんでね、あんまり悪いところがない。まあぶっちゃけまだわからないですよね、高設定がどうかっちゅうのは。でもとにかく悪くない、内勢この波のない男塾で5000しか使ってないですからね。さあここで一気に突き放したいと思います。枯渇は AT からスタート。さあお昼ご飯を食べた直後は先駆けチャンスはどうか聞きました。今さすがだって言いました。さすがです俺、ダメでした。おっしゃタイトル赤だよ、聞きましたよ。弱水か食の瀬か、おい緑玉、緑宝玉結構でゲットでございます。さあ緑宝玉からの枝島チャレンジはどうでしょうか。ダメ、おおと重なるよね。チェリー、チャンス目チェリーです。今日チェリーかな、今日チェリー、
直乗せ20です。この強チェリーから枝島チャレンジへ突入。よいしょ、ヒョウ柄白です。白宝玉をゲット。この宝玉2つから50ゲーム上乗せ。さらにヒョウチェリー、うまい。赤、赤宝玉もゲット。ちょっと乗ってきたんじゃない。また枝島チャレンジに突入。よいしょ、青、いやー早く極め玉引きたいっすね。絶好調の枯渇。俺らが勝てば八百屋がエンディングでパン1になる山。分かるよ分かるよ、その見たくないのは分かるけど、でもパンツ一丁は、パンツ一丁は多分ね30秒で済むのよ、下手したら10秒で済むのだけど、俺ら負けると次の次番組ずっとあいつを見なきゃいけないっていう。どっちがいいかっつったらパン一の方がいいでしょってわけで、なんとか今日相手をねじ伏せたいと思います。持ちコインを飲まれてしまった魚拓。一方塾長は、あーもう飲まれちゃうよ、ダメだ1個だ。ドーン、おお当たった。危ねえ危ねえ、飲まれるかと思ったの、飲まれる寸前ですよ。おい、持ちコインでビッグボーナスをゲット。よし頑張ろう。もう揃わないね、なかなか揃わないんだねこれね。ああ、もうこれがダメなんだよ、これじゃ、これじゃダメなんだよ、 ARP 引かないとダメなんだよ。その頃中竹はというと、お願いキャンセルか。おう、安いレースから行くと嬉しいね。チャンス目から押し面チャンスへ突入。おはよう、まあ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 、73ゲームダメですか、ふざけんなよ。78ゲーム、じゃんけんボーナス突入。もうこういう時はじゃんけんも勝てねえんだよ、大体そうなの。残念。一方、枯渇は一角目出ちゃえ、一角目、一角出ない。あーっしゃー、引けてる引けてる、 55%。 青、枝島チャレンジから宝玉をゲット。そしておーチャンス目、さっきのチャンス目かこのチャンス目か分かんないけど、また枝島チャレンジ行きそうな気がする。すげえすげえ、
すげえじゃん。喉乾いちゃった。はい。喉乾いちゃった。あとで買っていきます。あとで買って持っていきます。あ、いやいや。お金くれればいい。一人分？ナイスもん。よしいいだし。これだってバンバン出るでバンバン。お金いっぱい持ってるくせにこうやってたかるんすよ。ダブル、ダブル。いやでもお前やるな。ありがとうございます。白かいったね。はい、簡単です。まああげちゃう、これあげちゃう、あげちゃう。いいっすよ。じゃあ、はい、もうほら先日配っちゃうよ。もうそんなペースがない。みんなにお金配っちゃう。俺は勘弁してよ。なんでまだなんですね。向こう買わない。まだ早いです。そうそう、まだ早いです。まだあーなんかね、あやついたキムさんになんかいろいろからかわれてね、波が変わりそう。いつもそうなんですよ。いつも邪魔するんですよ。もらったんでジュースあげます。30。10から20、20から30行くの早かったですよね。行くと思いました。じゃこんないらねえな、これな。いらねえよ、これ。僕、これで31とかやったことありますもん。見させてください。お願いします。どうぞ。トクト。あー、でも伊達だ。行けまーす。おいおい。まあ、ひとまず30を超えた。100は欲しい。100は欲しい。あー、おいおいおい、やばいかな。やばそう。危ない。おい、100いけばいいっす。贅沢はやらないっす。まだ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 。まあ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 、はい、まあまあ、上出来です。上出来。これは10かな。あ、20か。これ何で乗せたんだっけ。20か。僕が買ったやつですよね。もう好きなの。これいるの。僕はお金出す。いるの。シケ君にあげちゃえばいいじゃん。シケ君、お小遣いやって、お小遣い。どうぞ。その頃塾長は、うるさいんだよ、もう煽るんじゃないよ。何も当たんないんだから煽るんじゃないよ、ほんとね。え、まったく最近のパチスロは煽りすぎだよ。ねえ、煽るんじゃない。先生が出ればうわわわわみたいなさ、煽りゃいいってもんじゃないんだよ。機嫌の悪い塾長、その後ろで魚拓は猫に初めやがった。これがチャンゾーン。シズの覚醒ゾーンへ突入。早っ早っ。リザレクションチャンスが確定した魚拓。さらにおっとこれでリザレクションチャンスの1ゲーム連が確定。もう1個上がれちゃう。まあ、まあ、待てよ、今これ1ゲーム連。そうか、次がゼーガラッシュで、次上がったらゼーガラッシュも確定して、要はこの赤棚の1ゲーム連が今確定します。次上がったら AT も確定して、さらにもう1個上がったらセブンインパクト、あのガラガラガラってリードがなるやつ、あれまで確定すると。
チェリーが確か 100% あかんすよ。おお、あったあったあった。さあ AT まで確定しました。もう一個、もう一個、もう一個、もう一個。果たしてレベルはマックスまで上がるのか。 30%。ちょっと待て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 、俺これ強チェリーやったらマジで俺これ裸踊りすっからな。あー弱チェリー、弱チェ、ただないわけじゃないの弱チェ。でもでもね、これカットインが、あー、1ゲーム遅いよな。これで5000円買い足したんで総投資が9000円。シズの覚醒ゾーンからリザレクションチャンス突入。で、AT です。いた。ブルブルのチャンスよ。うわー、受けるだろう。うぇー、わー、こっちか。調子が出始めた魚拓。その頃厳しい展開が続く中竹は、どうすんだよ。ちょっと周りを見てきましょう。なんか出てんだよな。これかな。これにかける6台中5台が出てんだよね。ここ全部じゃねえの。ありだな。なんだこれ、なんだろうこれ。あれ今日安倍氏もいいんじゃねえの。安倍氏の日か。安倍氏と AKB の片っぽ、すげえ。ポカちゃんまだまだ男塾売ってんのかよ。あ、一箱出てる、一箱出てるよ。やべえ、まあおっさん二人はいまいちということで、まあ、ちょっと気が楽になりました。じゃあこの台はやめ、この台やめて、総投資1万4000円で大移動。
初めて、今日初めて1、2波抜けただけなんで、違う、だって6台中5人打って5人とも出てんだぜ。ここが前代コーナー。中竹、2台目に選んだのは後ろの列の AKB。 まあそんなのあるか分かんないけど、一方、一人調子の良い助っ人チーム、コカツは、さあ、1000枚突破。いやー、140ゲームで宝玉赤1個しか貯められなかった。乗り越えろ、銃を。よっしゃ、いったー、あったー、うれしい、うまい。141ゲームでたったの1個しか貯められなかった宝玉、しかしそれが極めたものでございます。伊達か、100ぐらいは欲しいんです。お願いします、どんどん行って、どんどん行って。この先駆けランダ極めでどれだけ上乗せできるか。よし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 、3桁いこう、3桁、やばい、危ない、なんだよ、ちょっと、よし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 、あい、100はいく、あ、いかないの、いや本当にほぼ確率通りだな、おい、まあいいか。92、その後は大きな上乗せがなかった枯渇。終わりました、503ゲーム継続1463枚。ここで AT が終了してしまう。こちらは絶不調の塾長。天井天井。無理だろ。天井を目指す塾長、残り400ゲームさあ、塾長と中竹は結構苦しんでるみたいですけど、この人はどうなの、あれ一箱で終わっちゃったみたいね。まだワッショイワッショイになってるのかと思ってたら、一箱か、あれでもここ一箱で持ってるってことはまずいぞ、このままだと負けるぞ俺ら。10勝金入れてっからな。さあ、頑張ってやめように追いつかないと。番組のためにはぜひとも勝ってほしいスモンチーム、しかし塾長が足を引っ張る。助っ人チームもここぞとばかりに頑張ってしまう。次回もお楽しみに。スモンタック。